やっていきましょう。パート3やっていこう、やっていこう、やっていこう。そう、あのもしかしたら声が入ってるかもしれないですけど、編集さんがね、久々に後ろにいるんですけど、本作品に関してはちょっと黒いから私は見ないっていうことなんで、編集ももしかしたら僕自身がやるかもしれないんですけど、何言ってたかっていうと、ディスカウンター、電話鳴ってんじゃんかな、パート2で鳴らなかった電話が鳴ってるんで電話取ります。そう、ディスカウンター、ディスカウンターって言って、誰が死ぬかってね、一回で十分ですからね。Did my daddy give you a hard time? 父さんにいじめられた、That's your father? 昔はね、I'm sorry, but he... 残念だが、He's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need to do that I can't explain right now. You may need some sort of key to get out of the house. Okay. I'll be in touch. また連絡する。あ、トレーラーでお茶をみたいなのはないのか。あ、そうか。それはまた、あれ、もうちょっと先の話か。オッケーオッケー。じゃあ、とりあえず、探索をしつつなんですけど、あ、しまったな。アイテム整理 しとくべきだったかもしれないね。エブリン2014年5月2日ちょっとアイテム整理しに行きますということなので、一旦カッツというわけでアイテム整理をしてきました。頑張れデスカウンター、頑張らないよデスカウンターは。はい、こんな感じで、ね、ちょっとアイテム整理してきて、でここまで戻ってきて気づいたんですけど、そういや時計で確かこっちにあったんで、これをねやっていきたいと思います。これここで確かレリーフが手に入るんじゃなかったかな。すごい。大きなロフのレリーフ。なんかいろいろメモ貼ってあるね。一個一個読んでいきたいんだけどね。それをやっていくともうキリがないというところになるんで、一旦はダッシュしていきます。ちなみにハンドガンもガンパウダーを使ってね、ちょっとやっときました。はい、というわけで F で1個はまったね。 OK、 じゃあ行きましょう。上登っていこうか。ここはなんかスタチェットだったかな、なんかあるんだよ。ここは特に何も、おね、開いてんだ一応。ね、開いてんだね、おばあちゃん。元気？どうやってここ登ってきたの？誰があげたの？だってさ、階段じゃん、どっちも。無理じゃん。どうやって登ってきたの、あんた。すごいね。うん。はい。あの男の趣味か？フットボール。うん。で、ね、ここ本当に申し訳ないです。再びね、アプリが落ちたので、おばあさんワンショットどうぞ。はい。やっていきます。で、アメフト見て、で、庭が見えるところでね、こう見てったら、ターガレットがね、放浪してます。ちょっとね、ちょうどいいね、用を足すところがないかっていうのを探してるんですよね。でもあんな目立つもん持ってたらね、バレるんじゃないかと思うんですけどね。何してんだろうね、あの人ね、本当に。で、とりあえず破壊して、なんかある。あ、あったあった、ハンドガン。で、これはキーピックがないと開けられないので、まぁ、ちょっと探索をしていきましょうか。薬液。薬液ゲッチュ。で、特に中身なんもなし。で、開ける。ハーブか。ってことは薬液と組み合わせてはいけるよね。やっちゃう？一応やるか。ちょっと待ってよ。ほい。いくぜ。と、あ、外した。と、あれ？届かない。届かない。届かないのか。じゃあ、禁断の行為やっちゃうか。力だね。いくぜ。と、え？そっち行くのかよ。え、ちょっと、違う。俺の予想したものと違う弾が飛んでった。こう。ほう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 。で、オッケー。で、と、あー、行っちゃう。そっちじゃないんだよね。やっぱこれ銃で撃つべきだったかな。あー。
2 いやそっちお前で行くんかい。そう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 、あなただね、あなた。お、はい、はい、入らない、入らない。いや、なんかこれ一発一発入れていきたいな。一発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 、この角度だね。あ、違う違う、もうちょっともうちょっと OK。 2、いやー、はい、続きやりましょう。ガンバウン、うわ、どんなところに入ってるの。さすが2で、本を開けましょう。で、魔剣のレリーフ OK 取ったで、予報ではでかい嵐が近づいているらしい。数年前の嵐では増水で後始末に苦労した。屋根や窓を補強しておいた方が良さそうだ。ルーカスに手伝わせようとするか。ようやく水が引いた。本館無事だったが旧館がひどく傷んでしまった。湿地にでかい船が漂着した。ドルーカスが冴えている。本当なら軍に通報する必要がある。焦りでも様子を見に行くとしよう。うん、でこのビデオは、やりません。あるかな、なんか特に何もない。あとこの辺りミスターエブリウェアとか、あれいなかったっけ。マーガレット、捕まえたヒッピー野郎はいつも通りホールから加工場へ運んでおけ。そのアンティ左上でピク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 してたね。どう？オッケー。ツン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 。これはリバーシ的なやつなのかな。うん、なんかやっぱアメリカっていうかね、外国の製品のね、なんかそういうパッケージって一個一個はなんかワクワクしますよね。うん、いやにしてもこのベイカー家ってすげえ金持ちなんだろうな。うん、ということでね、皆さんね、またね、恐怖体験呪怨の時間がやってまいりましたよ。はい、こういうのを取っていきましょう。で、あとはいいのはハンドガン、それからここは何もなしで、取っていきます。ほい、でスタチューが出てきて、スタチュエットか、なんだこれは。うん、水がどんどんなくなっていくと。これはだからジャックが赤を落とした後の色ですね。じゃあ続きやっていきましょう。でーと思ったか、帰ってきたジャックだ。普通くたばると思うんだよな。普通くたばると思うんだよ。普通はくたばると思うんだよね。そしてその力いつも俺の中に流れている。流れてるんだ。わかるだろう、俺たちもあるかず力がもたらした。知らねえよ、何をもたらしたか。どういうことかっていうとな、論理の飛躍が激しすぎて、もうどこからどう突っ込んでいくのもわからないっていう状態だよね。おい、あ、今はそれどころではない。あ、ジャック来てる。ジャック来てた。おい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 、 Hello there! Hello、 そこにいたか。元気だったか。お、元気だったぞベイベー。おら、かいよこいよ、元気だな。おい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 、ジャック、元気だったか。ジャック元気だったか。急げよ、俺は逃げるぜ。バイバイジャック。ジャック、もうおしまいだ。キャー、逃げろー。おいおいおい、うおお、びっくりした。あれ、ジャックどこ行った。あ、びっくりした。You're wasting your time。いやもうお前、ほんとびっくりした、ほんとびっくりした、ほんとびっくりした。違うって、ほんとにびっくりした。あれ、だってジャックさんさ、さっき全然違うところにいませんでしたね。どこに隠れてるんだ今それどころでは。いやー、ちょっと見つけた。いや、痛い、やばい、死んじゃう。いや、こんな、うわー、叫んでる。いや、マジかよ、びっくりした。本当にびっくりした。リアルが待ってるってやつだな。言葉が出ない。
絶対今の叫び声で後ろにいる僕のベイビーが叫んでると思うんだよね。いやー、いる？いない？いる？いない？いる？いない？行くよ。よけれ。おお、なんでいるの？なんでいるの？ずっと心配してたんだぜ。いや、俺も心配してたんだよ。お前どこ行ったかなって。で、探しに行ってみたらさ、正面にいんだもん。ビビるよね。急ぎ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 。スタチュット、スタチュット。スタチュエットだったっけ？さあ、これ行けるか？そろそろ行けるか？よし、行けた。よし、行け。ほい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 。ほい。ほいほいほい。蹴って、よし、行けたー。あぶねースカイハンター。うーで、こうやってちゃんと合わせんじゃん。でもこうやって置いたらね、ビルズでしょ。誰がこんなもの。ジャックはいない。オッケー。ああ、まさかのヘドバンを食らうオチになるとは。いや、怖かった。では後ろ振り返ってもう目の前にいるんだもんさ。もうメリーさんより怖いよね、本当に。メリーさんってだってさ、なんかさ、私メリーさん今どこどこにいるのってさ、ちょっとずつ近づいてくるじゃん。もうあいつもう目の前にいるんじゃん。やばいよね。はい、オッケー。ハンドガン、ああ今使ったね。精神刺激薬、あ、これはね、使うとアイテムがどこにあるかっていうのが見えるようになるものです。ハンドガン、うん、で、なんかあるかな。あー、薬液がある。キンに冷えてやがる。とりあえず使った分の薬液は足しとこうか。オッケー。ガンパウダーあるのか。ガンパウあるね。でも薬液、まあハンドガンの弾は今のところまだ大丈夫かな。いやでもあった方がいいのかな。とりあえず要相談っていうことで、ここには特にないかな。オッケー。じゃあ行こう。アイテム溜まってきてるよね。あ、これレリーフは無理で、よくわからない。うん。しか。アイテムは濁りなし。で、ボックスは、開けると、開ける。うわっ！私も何も見なかった。あれ？なんかなかったっけ？気のせいか。気のせいですね。じゃあ行こう。ですよね、なんか出てきたよね。お邪魔しました。オッケー。こんな至近距離だったとしても目じゃねえぜベイベー。ここ一体何、なんでこんなことになったの。一体だけ、一体だけっぽいね。よし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 、勝った。うん、うまっ。さてさあ、この地下からね、敵がね、もう徐々にたくさん出てくるっていうオチなんでね、一旦セーブしましょうか。でね、ちょっとね、いろいろと他でやらなくちゃいけないことが出てきたので、他っていうのはその この世界じゃなくてリアルの世界の方で、なので一旦同じパートにはするんですけど、ちょっとセーブしてカッツしたいと思いますので、では後ほどまたお会いしましょう。まあこの数分後に会うけどね。とりあえずこれ読むか。さっきから体がおかしい。きっとあのクソ料理のせいだ。このわしのくらいなら奴らにせめて一矢報いてやりたい。娯楽室の隣の部屋に置いてあったショットガン、あいつで連中に申し出せ。君は逃げろ。愛してるよ、トラビスより。オッケー。で、裏は、裏はコートに言え。奴らは俺を探してる。今なら君だけでも逃げ出せるだろう。犬の頭のレリーフを探すんだ。奴らは外への扉をあれで開けている。一つは地下の回転室にあるのを見た。あれが脱出の鍵だ。ってことはやっぱ地下行かなくちゃいけないってオチですね。はい、ということでね、誰あのイケメン、ということで一旦セーブして終了します。では後ほど。さあ戻ってまいりましたんでね、続きやっていきましょう。ということでね、地下のレリーフを取りに行かなくちゃいけないというメモ書きがありましたので、地下に行きたいと思うんですが、どこからね、さっき出てきたなんかウニウニ野郎いるじゃないですか。あいつらが大量発生してくるはずなんです、ただここに関してはもう何度も行き来する場所に
No, 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 いやはやこんなことが起こるかね。もうね、とっさに X 押せないんだよね。いやー、こういうとっさのが慣れない。やばいやばい。ってことはここいたってことだね。来いよ。ですよね、ですよね。近々。危ない。よし、来い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 。さあ来い。ほら。急ぎ。あかん、ボタン一個一個が慣れへん。ほら、よし、オッケーだよね。もうスクワットして脚力鍛えておかないと。あ、ちなみにこのスピードでスクワットしてもあんまり筋肉がつかないで意味がないです。もうちょっとスローにやっていくことによって筋繊維をね、ブチブチに締めていくことになるんで、そんな話はどうでもいいんですよ。施錠されているようだ。ここも来る？生えてきた。どこ行くの？アンさん、どこ行くの？おい、どこ行った？え、そっちから生えてきた？マジかよ。デッド2体。やべえ、デスカウンターの発動率が半端ねえ。3分で2回。違うんだよ。え、なんで、今さっきさ、敵どっか行ってたじゃん。なんでそっちから生えてきてさ、また左からリスタートしてんの。ムカつくわー、マジかー。来た。そうこういうのが理想なんですよ。こういうのが理想。じゃあちょっと別のとこ入ってみようか。おお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 なんか戦利品ない。戦利品ないのか。ルーカス、カップルの男の方は逃げ出さないよう一番左の消化器に閉じ込めておいた。点火が終わった頃に取り出すこと。アキラ手順は知ってるな。覚え方は3つの A と手がどうとかって。女はお前の。女は好きにしていいのか。なかった。薬液今日。ああ。手がどうとかって。まあまた大丈夫か。ここだった。こことあれ違う。あれあれどうだったっけ。まあ、ちょっと一旦後にしましょう。いやーもう本当になんか嫌になっちゃうね、本当にね。とりあえずここ開けて口をいっぱい広げておいて、はい。でこれ絶対なんか上詰まってっから出てくるやつでしょ。鍵外した。格好上の見取り図
え？敵は出てこない？大丈夫？もうめちゃめちゃ今警戒してるからね。めちゃめちゃ今警戒してる。あんたま。あんたまに。あんたま。おい。で、こっちは？いける？いけるね。いけるけど、薬液。で、サソリの鍵を取ったらなんか多分出てくるから、お宝の写真。お宝の写真？取った落ち方がダサい。すごい。誰もかと思いましたね。回復回復回復。眩しい。スポットライト当てないで。ちょちょ。下手くそかよ。オッケー。よし。サソリの鍵取ったってことはあそこが開けられっから、一旦じゃあ戻りましょう。どうかよ。こういうの大事、こういうの大事。一旦戻ろう、一旦戻ろう。あー、ドッキドキだー。本当にもう。キビ、お宝の写真って、俺のお宝はここに見つけられるもんだ、ね。見つけてみなって、これどこの話なんだろうな。薬液。まあ、回復薬はまだあるから、薬液今日は確か競争弾作れるんだよね。競争弾作ると競争弾が欲しい。競争弾が欲しいから、ほい。いやー、本当にこう、とっさのこう、こう、出発もできた。OK。で、G で変えると。OK。でもまだこれは使わないよ。いやー、本当にビビるね。マジでびっくりしたわ。よいしょ。これちなみに戻ると、ジャック徘徊してるとかない？大丈夫？ジャックは徘徊してなさそう。え？待って待って待って、いるじゃんジャック。うるせえ、黙れって言ってんじゃん。うーひゃー、いったいったいった、いった安全なところまで戻ってきて、で、俺のお宝を見つけてみなって、写真ちょっと見せて見せて、見つけてみな、見つけてみな、どっかの暖炉かな、これは。こういうのはあんまやったことがないからな。もうちょっと行ってみましょうか。まあ、それはいいとして、それはいいとして、どうしよっかな。でもあそこ進んでいかない限りには行けないから、加工場行きたいんですよね。加工場行くか。よし。じゃあ、ここをちょっと警戒しながら。行けや。OK。で、こっちじゃないんだよ。さっきやられたところに戻りたいから、こっちだね。こっちでフッフッと行ったらいいか。よしよしよし、はい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 、 OK じゃない、やばい、急げ。はい、ててててて、一瞬でやられたけど、はい、やめ、スペーススペーススペース、こっち、開かない、やばい、嘘だ、しょったま、こっち行っても意味なかった、戻れ、マジかよ、とりあえず帰って。こんなに打ちやすいやつなはずなのに打てないんだ。ところでさっきのこれなんて書いてあったんだっけ。一番左の焼却炉で閉じ込めておいた。で、3つの A と手ショーン、3つの A、一番左ってことだね。で、
左、3つの A っていう意味わからん。スペードで、一番左アクセントでしょ、ロックされているような。ん？手がどうとかっていうのと、ああ、もう覚えてないとやばいね、ほんと。とりあえず、これ開けてみる。ああ、いるね、タマラっていうのがいるね。ってことは、3つの A 開けたから、これは閉めなくちゃいけないんだよ。閉められないんだよ。あ、閉められない。で、おお、なんか勝手に開いたよ。勝手に開いたけどいいの。開けてみましょう。ちょっと待ってね。これ絶対出てくるやつでしょ。ほい。おー、おはようございます。よくぞそんな狭いところにいらっしゃいましたね。うわ、見て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 、競争弾5発ぶちかまして死なないってどんだけなのマジで。うーわー、サソリの鍵について俺どっからやり直し、どっからやり直し。お腹痛くなってきた。あー、やべえな、すげえグダグダしてんな。どうしよっかな、ガンパウダー持ってねえしな。あー、サソリの鍵を取って帰ってきたっていうところまでやったと。で、あそこの加工場は結局まだ開けられないっていうことが分かったから、あそこに行っても仕方がないと。うん、だからとりあえずさっきのあいつをもう一回やろうということにしましょう。うん、で、お宝は写真を持ってないといけないのかな。で、とりあえず進んでいきたいので、カチャン。で、それは OK で、カチャン。もう一回やっておく。で、こっち進んでいく。で、こっち行っても仕方がないので、まあ、薬液とかあるけど、後に取っといても全然問題がないという感じですね。お、とっさの防御ができないんだけどな。そこが問題だ。間違えた。で、ガシャンと開く。はい。ってなったら、了解。ちょっと、逃げながら行こう。ほい。で、X。よし。で、逃げながら行く。で、X。X 押しすぎ。ほい、ボン。OK。で、逃げる。で、リロード。早いな。酔っ払いになってるけど大丈夫。ほい。あ、痛い、嘘。え？くぅー、どうしよっかな。モールデッド。頭部潰す以外できないよ。どうしよっかな。はは。もう笑えなくなってきた。いや、これはひでえ、リアルにひでえ。見てみろよ、5回目だぜ。どうしよっかな、あいつ。これやっぱ競争弾じゃないとダメ。意外と早いよね。でも倒さなかったら多分ここ本当に何往復もするような場所だからきついと思うんですよね。いや、マジでキーボード操作って慣れないと、諸刃の剣だね。銃は多分撃ちやすいと思うんだけど、コントローラーに比べてね。なんか今、落としなかった。気のせいか。来た。よしよしよし。行く。ほい、来る。さあ来い。OK。さあ、慎重に狙っていく。慎重に狙っていく。で、リロード。X。ポン。慎重に狙っていく。慎重に狙っても当たらない。慎重に狙っても当たらない。ふっ。ふっ。ポン。ポン。
ロードする。一定そっち先回りしてんのか。ちょっと引っかかってる、引っかかってる、出て引っかかって引っかかってる。オッケー、倒した、倒したよね、倒したけど薬液、あ、まだ薬液は2つある。オッケーで、それはいいとして、あいつを倒した先に何があるかを見てみたい。で、解体室、あ、これがないと先に行けなかったのか、そういうことか。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、了解了解。で、これで解体室行けるようになったから、こっちじゃなくて、でもこっち側もなんかあるのかな。こっち側は敵いる、なんか影みたい。あ、で、ここはヘビー、ヘビーだから、ヘビー笑えよ。さあ、もうなんだかんだでこうどえらい時間になってきたんでね、一旦解体室に行く前に僕の精神を整えたいと思いますんで、一旦ね、ここでセーブをして終わりたいと思います。これサソリの鍵開けてないことになるのかな。で、ジャックもね、ねえとか言ってるから、開けてないことになってるね。じゃあここだけ開けて、じゃあ一旦ね、今日はここまでにしたいと思います。いやー、これとっさにできないね、なかなかね。いや、ここまで下手くそなプレイヤーって多分俺以外いないと思うよ。うん、いやー、マジでひどいな。とりあえずカチャカチャ、ご褒美ご褒美ご褒美、ハンドガン12発、ハンドガン12発か、借金ですね。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。次回こそゼロデスカウンターでいきたいと思います。ではまたお会いしましょう。バイチャ。